はい、皆さんこんにちは。はい、動画配信番組恋するブックカフェでございます。皆さんよろしくお願いします。さあ、ひとみさん、はい、今日は第何回目の放送になりますか？はい、6回目。なかなかね、片手より文化ちょっと難しくなっちゃうんで、まあ、算数がねちょっと苦手。大丈夫、得意、大丈夫。6回目の放送でございます。はい、このテーマ曲ね、恋するブックカフェ、ひとみさんの新曲でございますけどね、こちらに乗って今日も元気に放送してまいりましょう。はい、じゃあ自己紹介お願いします。絵本の中24の瞳の絵中瞳です。今日はよろしくお願いします。はい、さあ、絵中瞳の専属 MC をしております、障害獲得賞金0円プロテニスプレイヤーでございます、長野和美です。よろしくお願いします。本当に長野さんね、この番組、はい、いろんな方に見ていただきまして、ね、ありがたいですね。今日はね、残念なことにちょっとレギュラーの、はい、フジテレビバイキングで、はい、おなじみの芸能レポーター山根さんがね、はい、ちょっとお休みということなんですけれどもね、はい、もう僕らでね、元気よくやっていきたいと思います。そうですね、頑張ってやっていきましょう。はい、はい、さあ、今日はなんかまた素敵な服を着てますね、僕らね、はい、これ何でしょう。はい、これはですね、はい、北海道ベースボールアカデミーの、北海道ベースボールアカデミーというから要はサッカーではないですね。はい、はい、野球のユニフォームです。はい、はい、これを着た今動画がね、はい、ひとみさんなんかやってますね、話題になってますけどね、エアーバッティングですね、はい、話題になってるんですけど、これがちょっと見ていただきたいんですけど、はい、背中がね、こんな感じになってます。はい、ひとみはですね、絵中ひとみなんで1103番、はい、ひとみってなってますよね。で、ここに絵中ひとみのくさいとかあるナウンドという名前が入ってますけど、これすごいですよ。芸能界でね、背中名前入るっていう人は昔、湘南メルマーレですかね、あの藤原紀香さんが名前がこう入ったことがあるんですけど、藤原紀香以来かもしれないですね。いや、ありがたいですね。ね、すごいですよね。紀香か瞳かという感じですけど、この北海道ベースボールアカデミーというのが、この春、北海道富良野に開校した野球専門学校で、世界中から若者が集まって、はい、アメリカとか日本とかいろんな国のプロ野球選手を目指している学校で、はい、来年にはプロの独立リーグとしてプロチームになろうというね、はい、そういうチームを絵中さんが応援していると、はい、応援しておりますいうことなんで、はい、ぜひね、この番組を見ている方は、はい、北海道ベースボールアカデミーをね、はい、応援していただければと思います。はい、よろしくお願いします。富良野行ったことありますか？ないんですよね。僕もよくわかんないんですけど、こういう緑が多分おそらくメロンですね。メロンなんですね。で、これが多分ね、ラベンダーですかね。ラベンダー、富良野というとね、そういう色合いになってると思います。はい、素敵ですね。はい、はい、サッカーだけではありません、野球も大好きな絵中ひとみ、はい、はい、はい、という皆さんにご報告でございます。さあ、今日も素敵なゲストをたくさんね、はい、お迎えしております、はい、まず最初のゲストをじゃあね、はい、ご紹介いたしましょう、はい、最初のゲストは、はい、東郷隆起さんです。東郷隆起さん、はい、どうぞ、はい、よろしくお願いします。ちょっとね、並ぶのが嫌なんだよ、イケメンでね、足長いしね。いや、そんなことないですよ。すごいです、既製品でこのなんかあれですか、既製品を買うと短パンになっちゃうとか。あー、でも日本のだとちょっと足りないですね。ちょっと言ってみたいですよ。僕ら志村けんみたいになっちゃったりしますからね。さあ、もうどう見てもこの人はね、お笑い芸人ではないです。そうですね、ファッションモデル、ファッションモデルさんです ね。さあ、ご存知だと思うんですけども、はい、ひとみさん、じゃあプロフィールをご紹介してください。はい、はい、1994年生まれ、はい、神奈川県横須賀市出身です。はい、駒沢大学、はい、法学部在学中、大学に通いながら2014年からモデルを始めます。ビューティーマイセレクション東京ファッションモデルコンテストでグランプリ、ミミクイーンコンテストメンズ部門特別賞受賞、代官山コレクション2016年などショーモデルとして主に活動中です。現在はリアフルコレクションのファッションリーダーとして、出
演モデルと実行委員会を兼任し、当イベントは2017年7月9日ヤクルトホールにて開催予定です。他にもカリスマインスタグラマー、インスタグラマーとして注目されています。東京拠点に香港、台湾、ハリウッドでも活躍するマルチ俳優さんでもあります。はい、はいはい、素晴らしい、はい、すごいですよね。なんかトモさん、はい、日本を代表する100人に選ばれてるんですよね。そんな大きなものではないんですけど、はいはい、素晴らしいですね。日本を代表するっていうのは当然安倍首相とか、はい、一郎とかいる中で差し置いて東森幸さんが入ってるということですよね。大体そんな感じですね、はい、素晴らしい、すごいですよね。これ世界が認めた東森幸ということですね、はい、その後が怖いんです素晴らしい、ね、もう本当爽やかで、まあ、目がねまたかっこいいですよね。凛しいですよね。この目で見つめられるとどこ行っちゃいますよね。そうですね。ね、ですよね。ですよね。はい。はい、さあ、いったファッションモデルの東郷さんをお招きしてお話をお伺いしたいと思いますけど、はい、ひとみさんもファッションモデルをやってたんで、はい、ファッションの世界はいろいろとモデルの世界詳しいと思いますけども、はい、また男女のモデルってまたちょっと違うんですか？違うというか、まあ一緒のねコレクションの中に出ますけど、うん、まあこうランウェイするのは別々、ちょっと違いますかね。ちょっと違います。あと歩き方もちょっと違いますね、うん、そうですね。やっぱりあれなんですか、小さい時からイケメンだったんで、あなたは将来モデルになった方がいいわよってこう言われてそういう風になったんですか？あ、でも小さい頃から、はい、その子役やりませんかっていうスカウトがすごくあったみたいなんですけど、引っ込み思案だったのでなかなか親はやらせたかったけど、はい、僕はやりたくないみたいなことをずっとやっていて。そうなんですよね、はい、やりたいっていうのに限ってやらせてもらえないんですね。世の中ものすごい理不尽なとこあるんです。ありますね。なるほど。子役をやりたくなかった。僕はやりたくなかった。なかった。あ、そうなんですか、うん、でも小さい時からそういう機会がすごく身近にあったので、はい、やりたくなかったけどちょっとやってたわけですか？じゃあ。いや、もう全くやってなかった。やってなくて、はい、もう大学に入った時にきちんと時間も作れたので、うん、はい、今度は自分の意思で始めようかなと思ったので。ああ、素敵ですね。そのいろんな例えば、シンガーとか俳優とかいろんなこうジャンルがある中でモデルをやってみようと思ったっていうのは何かありますか？やっぱ雑誌が大好きだったんですけど、はい、本当毎月出るのが楽しみな雑誌がたくさんあって。ファッション誌。ファッション誌です、はい、でもちろん音楽も好きなんですけど、うん、なんか漫画とかもそんなに読まない方なんで、うん、そんなに何か楽しみな番組があったりとかするわけでもなかったんですけど、うん、雑誌だけはすごく楽しみだったんですよ。でいつかは自分も出たいなとか思い始めたのもあって挑戦したんですけど、その、ファッション雑誌を見てそのモデルさんの姿がなんかこうすごいいいなっていうか、うん、そうですね、やってみたいというか、やってみたかったんですよ。なんか影響を受けたモデルさんとか、今海外で唯一ぐらい日本人で活躍している上田大輔さんって方がいるんですけど、その方は、はい、上田大輔さん、かっこいいなと思って、でも本当にやっぱ海外と日本の違うところは、日本ってやっぱりタレントみたいになるからみんな知ってるんですけど、多分上田大輔さんが多分半蔵門線乗ってても誰も気づかないと思うんですよね。まあ、かっこいいなぐらいに思うかもしれないですよね。すごいんだけど、多分油大好きだってはならないですけど、でも本当にディオールだったりとか、うん、本当主要なコレクションが全部出てるような方なんですよ、ね、あ、そういうのもやっぱ日本よりは世界で知られてるわけですね。なるほど。ってことはじゃあ、まあ、東坊さんも多分外国行くと大龍騎みたいな感じになるでしょう、ね、まだですけど、なりたいなと思ってますね。あ、いいですね。じゃあゆくゆくはもう日本という枠組みじゃなくて世界レベルで活躍するモデルを目指していきたいという。そうですね、そこを目指してせっかく始めたので。そうですよね。いいですね。僕はなれると思います。私もなれると思います。世界レベルになった時に東坊龍騎の知り合いだって言ってもいいですか？全然俺はいつもアブダチなんだよ。全然もうありがたいですね。もうね、ちゃんと証拠残ってますからね、これね。これでね。いや、知らないよな、なんかね、そういうやつが最近多いんだよとかね、なんか言われそうですけど、よく
野球選手だったらこうキャッチボールとか素振りをするとか、その競技に即した特性に合わせた練習方法ってあると思うんですけど、モデルさんがその実力をだんだんこう上げていくためのトレーニングとか、そういう日頃の訓練とかっていうのはやっぱりなんかあって、東坊さんがオリジナルでやってるようなこととかっていうのありますか、何か。オリジナル、はい、もうそのもちろんモデルのウォーキングもちろんあるので、うん、やっぱレッスンとかも受けたことはあるんですけど、うん、やっぱり受けてるだけじゃなくて、うん、やっぱりそのやってるうちは自分もレッスンをずっとしなきゃいけないし、うん、下の人たちにも教えていかなきゃいけないなと思っていて、あの今度ファッションショーを主催してるんですけど、うん、それもやっぱその一環です。若い子たちに、自分も含めてですけど、一緒にスキルアップしていきたいっていうのもあって、あのそういう空間を作りながら、はい、いろんな人の動きを見させてもらっているので、うん、いいところも悪いところもたくさん、自分にないものも持ってる、見るということも、はい、見ながらですね、いろんな教わってますね。なるほど。こう歩き方とか表情だとか、そういうのも例えば鏡の前で1日1時間は悲しい表情を今日やるぞと か、 なんかそういう練習とか、そういうのは特にないんですか。でもそれはやっぱ自分でテーマ決めて、うん、カメラマンさんとかヘアメイクさん呼んで、うん、撮影をしたりするんですけど、はい、その中でそのテーマに合わせて自分にないものを作っていこうって試みはやってるんですけど、うん、難しいですよね。なんかこう内心怒ってでも笑わなきゃいけない時とかもありますよね。瞬間にこうクライアントの要求に答えなきゃいけないとかっていうのがね、なんか前こうお医者さんに聞いたことがあるんですけど、その赤ん坊の時っていうのはこうなんか筋肉とかが不器用なんで上手に動かないっていうんですよね、うんうん、はい、だからよく女の人がこうなんていう、固めてウィンクしてなんか心の中で舌を出してるシーンみたいな、なんていうのかな、あるじゃないですか。こっちで泣いてこっちでなんていうの、バカだなって笑ってるみたいな表情とかっていうのが、あの子供はできない、うん、全部の顔で笑ったり泣いたりしかできないけど、うん、女の人もだんだんこうたくましくなってくると、はい、顔を4分割ぐらいして使えるとか、目でなんかこうなんていうかな、男の人をコロッと騙してこっちの方で舌をベーって出してるみたいなことができるって言いますけど、そういうことっていうのも可能なんですか。いやちょっとその今の4分割で初めて聞いたんですけど、できる方もいるんじゃないですかね。ちょっと挑戦してみたいですけど、まあいろんなねトレーニングで僕らの知らない世界があると思うんですけど、モデルのお仕事をしていることが実生活で何か役に立ったとか、そういうことって何かありますか。でもそのやっぱ見られることが仕事じゃないですか、うんうん、だから自分のパフォーマンスを上げることがそのまま仕事になるって考えてるので、やっぱ体を鍛えることだったりとか、はいはい、あんまこう喋る機会はないんですけど、喋りだったりとか勉強することってのすごく、あの社会人なので大事かなと思っていて、そういう意味ではあの社会人でになって明日仕事があるっていうわけではないので、あの日々自分であのいろいろ決めてやっていかなきゃいけないことはあるので、それは本当に姿勢が良くなったりとかありますけど、一つ一つ生きてますね。やっぱりね、良くないと、姿勢は良くそうですよね。姿勢良くするにやっぱり鍛えないとダメなんでしょうね。体幹ですか、やっぱり体幹大事ですね。体幹ね。じゃあ一つこの東坊隆起さんが、まあ顔はねなかなか変えようがないんでしょうけど、ちょっと素敵に見える何か仕草とか、仕草あのトレーニングとかあったらちょっと教えていただきたいですね。トレーニングとかちょっとかっこよく見える、位置とかね、顔の位置とか、うん、歩き方とか表情とか、はい、あの、はい、いや万人の方がこの番組を見てる人になんかワンポイント、あでも立ち方だったら、はい、すごいあのモデルやってる人はみんな知ってるんですけど、はい、あの目の字立ちとか、まあ、いろんな言い方してるんですけど、はいはい、じゃあちょっと立ってもそうですね、すみますか、大丈夫、はい、じゃあ教えて、はい、目の字立ち、足を、はい、本当カタカナの目の形にするんですよ。こんな感じですよ、はい、はい、立つと、はい、ちょっとこの正面よりもちょっと少しだけこっち側に右を向くように、そうですね、はい、そうするとちょっと顔に立体感が出るし、なるほど、後ろ足重心にすることでちょっと足長く後ろ足重心、はい、見えるみたいな、手はどのような感じとか、あの力抜けてる方がいい、結構力を抜くことの方が非常に難しいので、
結構これは定番というか、なるほど、でこの角度も角度、はい、スタジオ入るとすごく分かるんですけど、はい、こっち側に照明があるので、はい、こっち向きだと照明こっちから来ちゃうんですよ、はい、こっちの方がいいとか、でもレモン必ずこうなってたんでしょうね、そうですね、こ逆じゃダメなんですね、逆だそう、はい、スタジオだったらこっちから光来ちゃうんで、一般的には こっちのレモンでこっち側にあるんで、なるほど、左が前ということ、そうですね、右が後ろ、これで一つじゃ皆さん、その字立ち。これさりげなくカメラと写真撮るとかこうやってやったりして、ああ、あいつ分かってんなみたいな。ああ、なるほど。結構見る人が、お前レッスン受けたことあるのかみたいな。いつも逆に構えてました。自撮りするって。その好きな顔の角度もあると思うんで。多分あのね、右手でシャッターを押して、左手でアンパン持ってるんですよ、僕の顔。そうなんですよね。いつも同じ角度だもんね。中間さんの自撮り多いですけど。友達がいないんでね。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。皆さん知ってるようです。めぐもさんの自撮り見ていつも可愛いなと思います。あんまりやらないんで。まあそりゃそうですよ。プロの方はね、モデルが自撮ってたらね。ちょっとカメラマンいらっしゃいますもんね。そうですね。めぐもさんコメントくれるときに自撮りが入ってる。自撮りにコメントするんですよ。もうそういう人間なんで、これこそ大阪のノリなんですけどね。ありがとうございます。もうワンポイントレッスンもいただいて、こんな、ま、でもちょっとね、見た感じ普通のモデルさんと違うんですよね。知的な雰囲気がある。そうですね。すごくお勉強熱心で、心読書大好き。読書大好き。大好きですね。この間もお会いした時にね、村上春樹論でね、うん、盛り上がったんですけど、今日はこの番組は、まあ、恋するブックカフェなんで、本のこととかいろいろお話ししてるんですけど、なんかこういった本がいつも影響を受けたとか読んでるっていう本をご紹介していただくということで、持ってきていただいた本があるそうなんで、ちょっと皆さんにご紹介をしてください。はい、はい、はい、難しい本なんですけど、鷲田清和さんの、はい、自分この不思議な存在っていう本なんですけど、はい、この本は講談社現代新書でございますが、すいません難運動だったらよかったんですけど、はい、まあそれはそれはしょうがないですけども、はい、これはどんなような本なんでしょうか。ですね、はい、あの多分誰しも、はい、その自分探しじゃないけど、はい、自分ってどういう人なんだろうって考えたことあると思うんですけど、はい、この本の中の問いがそれに近いものがあって、はい、自分もそのすごく自分は何どういう目的があって生まれてきたのか考えてこなかったんですけど、この本と出会った時にそれをさらに深く考えさせてもらったというか、これから分からないことがまだたくさんあって、この本をきっかけにその哲学だったり読書をしようって思わせてくれた本だったので、ちょっとこれを紹介したいなと思って。このモデルさんがこの本を読んでるっていうのがね、うん、あのすごいなと思います。まああの有名な哲学の先生ですけども、京都大学を出られて、今京都市立工芸大学からの先生だと思いますけど、うん、はい、あの自分のことっていうのは見えなかったり案外わからないんですよね。で自分のなんていうのかな、背中とか、うん、胃袋とかそういうのが見えないようなものを、さてどうやって自分のことは分かってると思っていながら実は自分は知っていないんじゃないかっていうような感じの本でもあるかなと思うんですけどね。まさにその今のセリフ入ってるんですけど、はい、自分の目ってやっぱこう今正面からしか見えなくて、自分の背中後ろからとかってこの目で見ることは実はできないじゃないですか。だからそれで本当に自分は自分の体を知ってるって言えるのかとか、案外東坊隆起は自分のことを知ってそうで、東坊隆起を知ってるのは東坊隆起じゃない他人の方が知ってるかもしれない、知ってるかもしれないということなんですね。そう考えると本当になんかね、ファッションモデルっていうのはこう見られることによって自分が存在してるというか、他者と自己みたいな ね、そういうものを追求していくお仕事ではありますよね。そうですね。すごくその直接影響はされ、あの仕事にいい影響ってない、はないですけど、やっぱ人としてこれから生きていかなきゃいけないっていう面では、まあ、知ってるとやっぱ今よりちょっといい人生になるかなっていうような気はしてるので、おすすめしてます。そうですね、ぜひ読んでみたいです ね、 ね、 ねちょっと哲学ね、哲学難しい話ですけどね。そんなにできるわけじゃないんですけど、まあ、あのこの哲学の先生なんですけど、まあ、山本耀司さんとかね、三宅一生さんとか、うん、越野博子さんとも親交が深いという、うん、あの鷲田先生なんですけどもね、はい、
やっぱ好きなブランドとかってありますか？あ、でも今挙げられたようなブランドはやっぱり素敵ですよね。あ、やっぱその海外のコレクションにも出展している方たちなんで、はい、うん、やっぱ動画が上がるとすぐやっぱ見たりとか。なるほど、してますね。そうなんですね。じゃあ今日はね、あのファッションリーダーの東郷さんに、はい、この本をプレゼントして、プリズムという本なんですけど、これはファッションデザイナーの坂本敦夫さんという方がお書きになった本なんですけども、はい、メルローズというメーカーがあるんですけども、はい、メルローズというメーカー の、はい、あのデザイナーをされてた方なんですけど、はいはい、ぜひこちらに読んでいただきたいと思います。はい、そして村上春樹さんがお好きで、村上春樹さんが好きなレイモンド・カーバーについて論じた「レイ僕らと話そう」という、こちらもナウンドから出ておりますので、こちらも東郷さん、ありがとうございます、はい、すいません、ぜひツイッターで宣伝していただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、村上春樹さん大好きなんですよね、レイモンド・カーバーが。そうなんですよね、翻訳も出してますし、うんうん、まあ、フィッツジェラルドとかさっき言ったカポーテとかね、なんかあの小説家だけじゃなくて翻訳家としてもね、そうですね、活躍されてますよね。すごい、ありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、ね、ありがとうございます、よかったですね、よかったですね、はい、どうもありがとうございます、ね、いろいろお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。話は尽きないんですけれども、もっといっぱい聞きたいんですけどね、はい、ちょっと時間の関係で、はい、じゃあ次のコーナーに行きたいと思いますが、はい、次のコーナーもじゃあちょっともう一コーナーお付き合いをいただけますか。はい、はい、江中さん、次はどんなコーナーでしょうか。はい、はい、ファッションの色のコーディネートについていろいろ聞きたいと思います。本職がいますから ね、本職がいるので、僕らはね、やっぱりこう色をね、はい、考えるとき悩むんですよね。悩みますね、まあ、インテリアにしろ、まあ、ファッションにしろ、どういう配色にしたらいいのかとか。そうです ね、 ね、同系色、反対色とかいろいろありますけれども、はい、皆さんそれぞれこだわりがあるか、適当に着てるかいろいろなんですが、はい、ひとみさんは何かありますか？私はやっぱり、はい、あの下着から入ります。下着から入るということはシースルーかなんかでチラッと見えるような感じですか？いや、まず下着を、まあ、決めてからお洋服を選ぶ感じです。なるほど、はい、下着に合った洋服を、例えば水色だったら、はい、じゃあ水色の、うん、まあトップスにして、はい、下はどうしようかな、はい、下にトップス、ボトムっていきます、うん、あー、なるほど、どうですか？僕もそんな感じです。下着からあー、おしゃれ、嘘ですけど、あ、なるほど。なんか、南雲さんは、僕はね、ボトムから、おー、下から、下から、あの多くの方は多分トップスから決めて下の色を決めるんだろうと思うんですけど、まあ何かの本で読んだことがあるんですけど、全てのファッションの基本は、黒いスキニーだという、確かに黒いスキニーのジーンズ、あ、デニムを基本として、でも自分も黒は着ないんですが、そこから、なんか上の色を決めるとか靴の色を決めていくというような発想をしますね。ボトムが白だったらそれに合うようにというような発想したりするんですけど、リュウキさんはどうですか？いや、僕もボトムス先ですね。あ、だったりとか、もう今日は革靴履こうと決めたら、はいはい、革靴に合うようにこう下から開けていって。なるほど、靴からですよね。足元を見るのすごい、ね、格言がありますから ね、 ね、はい、そうなんですね。なるほど、同系色でまとめる方ですか、それともこう同系色でまとめて一色だけ違う色みたいなですね。そうなんですね、どっかでこう締めるんですね、モノトーンみたいな感じですかね、うん、意外とその方が簡単というか、うん、じゃあその東郷隆起のカラーコーディネートアドバイスとしては、同系色で何かワンポイントワンポイント入れるという、入れたいですね、勉強になりますね。まあ、その辺 の、 あのそれぞれポイントは皆さんあるかと思うんですけども、やっぱり色がね、多くなるとどうしても難しいですよね。難しいですね。僕なんかも毎年のグローブをね、うん、オーダーするんですけど、あのスポーツ用品の方もやっぱり3色以上になると難しいって言うんですよね。2トンぐらいまでが楽だって言ってましたね。3色になってくるとこう珍道屋みたいになってきちゃうんで、非常に難しいって言ってましたね。お洋服もそうなんでしょうね、はい、あまり多いと珍道屋みたいに、で、ね、できれば2もしくは3で、ここでポイントなんですけど、あの色の世界では6対3対1の法則っていうのがあって、はい、まあ、3色選ぶとすると、まあ、ベースとなるカラー、まあ、何色でも僕はまあいいと思うんですけど、同系色反対色でもいいと思うんですけど、まあ、6割の色ベースカラー、はい、そして3割の、
カラー、まあ、アソートの色で差し色みたいなアクセントが1割っていうような割合でやっていくと、なんとなくまとまってくるかなという気がするんですけど、まあ、自分の今日のファッション見てるとまあんまり説得力はないんですが、まあ、ベースカラーは、まあ黒とか白とかグレーとか、まあ、そういうようなのが、まあ無難かなという、で、まあ、ソートのカラーが季節に応じて、まあ、夏だったらちょっとオレンジとかビビッドな感じで、春先だったらパステルカラーとか、秋冬だったらちょっとダークトーンを選ぶとなんかまとまるかなみたいな、なんかそんなような気がするんですが、いかがでしょうか。その通りだね。ありがとうございます。ありがとうございます。全部言っていただいて。まあね、ファッションの専門家に対して大変失礼なことでね、長嶋茂雄さんに対してリリースが間違ってるように言っちゃったような感じなんですけどね、失礼しました。ありがとうございます。はい、本当懲りずにね、また来ていただければと思います。はい、東坊さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまたぜひ、はい、来てください。ありがとうございました。はい、東坊龍さんでした。はい、さあ、はい、今日も盛りだくさんですけどね、はい、ゲストがね。そうですね、はい、次のゲストは、はい、はい、作詞家でとても有名な、はい、横山道義さんです。はい、はい、ありがとうございます、はい、こんにちは。こんにちは。もうなんか打ち合わせしたようにグリーンで今日は3人ね、はい、そうですね、いい感じですね、なりましたね。あの、はい、僕もモデルさんに見れますよね。いや、はい、もうどっからどう見て もう北海道の、ね、あれ北海道のお母さんがイケメンだというふうにね、改めて思ったという、どうも、はい、我が息子ながらいい男だなというふうに見てると思うんですけど、やっぱ親だから引いて見てるでしょうね。なんかそのお母さんのなんか思い出とかってありますか。はい、うちの袋はちょっと、はい、普通の母親とは違う人でしたね。これもうちのフェイスブックで書いたことがあるんですけど、はい、例えば中学校の時の入学祝いとか、はい、入学祝いが寺尾明さんのコンサートのチケットに入って、はい、で入学式の当日にそれがあって、でみんなもあの新しいクラスメイトと写真撮ったり、なんかいろんなこう友達作りに励んでる中、もう一人でとっとと帰って、当時北海道厚生年金会館まであの自分で、電車に乗ってバスに乗って、でそれで、見た覚えがあるんですが、で多分その時はまだあのルビーの指輪がまだ大ヒットしてる時で、はいはいはい、でその時に見た感激が多分今の自分のなんかこう作詞家横山道義のルーツが、はい、土台になってるのかなという気はします。寺尾明のコンサートにあったという、はい、ということは、そのお母さんが入学祝いにそのチケットを、はい、くれなければ、多分ひょっとしたら横山さんは作詞家にはなってなかったかもしれない。作詞家にはなってなく、バレーボール日本代表監督になったかもしれないですね。もうバレーボールのね、大変有名な選手でいらっしゃったんですよね、はいはい、札幌第一高校、はい、素晴らしい。今でも、はい、あの春の高校選抜バレーとか、はい、出るときはあの代々木まで応援に行きますけどね。あ、うん、そうなんですね、うん、バレーボールって僕はやったことがないんですけど、江永さんもやってましたね、エナスポチャレンジでね。でも好きなんですけど、なかなかアタックがって難しいですよ ね、 そうですね、打てないです。意外に激しいです。アタックに行く前にあのまずセッターがね、上手なトスを上げられないですよね。横山さんのポジションはどこで。僕はやっぱりあのチリだったので、はい、まあ、今でリベロを、はい、リベラ、はい、守備専門の選手、はい、あとピンチサーバーでもう、はい、その時にレギュラーやってる選手っていうのはもうみんなもう実業団とか、はい、まあ、そういうところに行った選手の中でやっていたので、うん、まあ そんなところだろうなと思って。うん、はい、そうなんですか。うん、あ、でも運動神経がいいってことですね。まあ、それはそうですね。どんな球でも受ける、うん、で素晴らしい。で手なんかもう相当なんか腫れたんじゃないですか。そうですよね。でも最初の頃はもう腫れたんです。はい、そうですよね。うん、でこれがまた毎日やってると、はい、お慣れてくるんですね。サッカーの このトラップじゃないですけど、こうなんていうんですかね、吸い付くようにね、上手な人はね、特にその同年代だと、うん、まあ、女子ですけど、あの吉原智子さん、はいはい、全日本の、はい、で活躍した、はい、まあ、あの方なんかも同年代で一緒に実は、まあ、男女を合宿してたりしたんですか。はい、すご
はいです。じゃあ、はい、あの吉原選手のスパイク受けたことも、はい、まあ男女別だったんですけど、はい、間近でプレーはあの見させていただきました。やっぱりちょっと物が違うなっていう当時から。北海道の選手ですもんね。はい、大瀬牛商業ですよね。はい。はい、マセウシって多分読めないと思いますけどね。すごい字を書きますよね。はい。はい、そういうバレーボールをやって、はい、作詞家になって、はい、で前回あの出ていただいた時に、うん、作詞をする時のポイントとして、うん、こうなんかなんて言いますかね、キラキラとか、はいはいはい、キラキラとか、こう使い古した、うん、なんかそういうなんて楽な言葉に逃げないという。はいはい、のがありましたけど、ね、私の声がすごく、うん、それが心に僕はずっと残ってます。そうですか。周りを見ながらですね、うん、とかあのいろんなテレビとか見ながらとかの、うん、世の中というのはもう決まりきった定番の言い方がいかに多いなというのをね、うん、感じたりするんですけど、うん、例えばこうプロ野球中継とかを見ていてもピッチャーは渾身と力を振り絞って投げました、うん、バット一閃とかね、うん、火の出るような打球が、うんはい、地を這いて、うん、とか野手がそれを横取りで取りとかとか、あの打球は矢のようにスタンドに突き刺さるとかっていう風にもう決まりきってるのがありますけど、これを横山道夫的に言うと、例えば地を這うような打球というのはもう言い古されてますよね。どう言い換えるといいでしょうか。だから多分そこら辺はもう作詞ではないんで、はいはい、あの頭がもう回らないんです。多分もうそれこそもう、はい、なんていうんですか、この世にないような言葉で、うん、もうギャーンって言ってもうオラーって言ったみたいな、うん、そんな言い方するかもしれないですね。血を這うような打球、うん、けど確かに最初に言った人はかっこよかったと思うんですけど、ね、これだけ言われてるとね、もうクリエイティブでも何でもないですよね。そうですね。だからもうスポーツ新聞とか見てても、ね、あの決まったことを書いてるのがちょっと気にはなりますね。右肘に違和感とか ありますよね。あるのなんかああって思っちゃうことはありますね。うん、こう日常生活でこう決まりきったような言い方を自分なりに置き換えてみるっていうのもなんか感性、ね、それはいいトレーニングになりますね。じゃあ一つねそういうのを試して、はい、ね俳句読んだり、はい、こういろんなことを変えてみたりとか ね、 そうですね、いいかもしれないです。いいかもしれないです、うん、はい、いろいろやってみてください。はい、はい、もうなんかもう楽しいんでね、そうですね、尽きないんですけれども、はい、はい、今ここでね、はい、背景で流れているのが、はい、はい、これが、バンバントレジャー前の曲が流れていますけれども、はい、こちらを今岡山さん力を入れてるということなんですね。はい、そうですね、はい、で、まあ、はい、前回も言ったんですけど、リハイルっていうユニットは、はい、まあ、いろんな本当にそれこそこうモデルさんだとか声優さんだとかいろんな個性が集まった、はい、合体したユニットで、はい、だからまあ、ライブなんかやってて見てるお客さんは、今回は何が出てくるんだろうって、宝箱のような存在のアーティストであってほしい。でこれはまだメンバーには言ったことがないんですけど、そういうふうに言いつつも、もしかしたらその自分がそういう宝箱のような作詞家でありたいと思って書いたのかもしれないですね。なるほど。そのじゃあ横山さんを具現化するアーティストに出会ったという感じで、はい、もうやりがいをすごく感じて、はい、でもう彼らを見た時にその宝っていうトレジャーっていう言葉は絶対使おうと思って、いいですね、トレジャーね。なんか好きですね、宝ってね。宝大好きです、ね、なんかよく使ってますよね、宝物もね。、まあ、ぜひなんか宝物シリーズなんか作詞をしていただきたいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、宝物っていうのはなんかびっくり箱みたいなところありますけどね。なんか何が出てくるかわからないというか、レッドスネークカモンみたいなね。あったりしますけどね。はい、そんなね、はい、あの岡山さんはね、はい、ますますこれから、はい、活躍を、ね、期待しておりますので、ありがとうございます。はい、今後ともどうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてじゃあね、次のコーナーも岡山さんを交えて、はい、もうだいぶ暑くなってまいりましたので、はい、次のコーナーは何でしょう。はい、夏バテ対策。夏バテ対策ね。はい、もう夏バテ対策といって、このね、放送がオンエアされるのが9月だったらちょっとしゃべれないんですけど、多分夏だろうと、はい、いうことなんですけど、まあ、日本の夏というのは蒸し暑いですからね、疲れやすい。うん、まあ、横山さんは北海道の出身なので、はい、最初東京に出てこられた時に、はい、夏の暑さというのは随分
苦労されたんじゃないですか。やられたですね、はい、今でもやっぱりそうです。ダメですか部活は、うん、やっぱりあの北国育ちの人間にとっては、はい、東京の夏っていうのはちょっと厳しいですね、いつになっても、うん、僕は東京生まれの東京育ちなんですけど、うん、夏はきついですよ。きついですよ、もう過酷ですよ、ね、過酷ですね。それだけでもうなんか地獄というかね、うん、はい、夏がなくなればいいのにって毎年思ってるんですけど、うん、はい、何か夏バテ対策いいのがあればということをね、うん、皆さん考えてるかと思うんですけれども、うん、さあじゃあ江中さんは何かありますか。夏バテ対策、はい、やっぱり栄養を取る、ね、睡眠を取る、うん、ですかね、うん、栄養と睡眠ですね、うん、睡眠ですね、はい、横山先生は何か夏になると、はい、特に飲むビールの銘柄を変えてるとかありますか。はい、まあ、あのどんなビールでもあの、はい、美味しくいただいてるんですが、はい、やはり飲む量はもしかしたら増えてますね。やっぱり暑いと、まあ、そうですよね、はい、汗とかでね蒸発しますもんね、はい、あとは、まあ夏バテ対策として、はい、よく海に行ってます。海に行かれてますよね、はい、先生ね。Facebook とか見ていただければ分かるんですが、はいはい、やたら海で寝てたりするんですよ。でなぜかというと、例えば夏って、いや何でもかんでも真ん中って暑いじゃないですか、はいはいはい、だから僕にとっては海にいるというよりも、うん、こう日本地図の端にいるっていう意識の方が実はすごく強い。海岸線なのね、はい、やっぱり真ん中より端の方がちょっと涼しいだろうっていう安易なこの考えで海によくいる。スケールが大きいですよね。スケール大きいです、はい、そういうことだったんですね。暑、はい、まあ、い時はビールを飲んで海に行くというのが夏バテ対策と、はい、で、寝てる、寝てるという、うん、波打ち際で寝てる。なるほど、かっこいいですね。かっこいいです。お写真見たことありますね。すよね。この間つい最近見たのはちょっとアランドロンの太陽がいっぱいみたいな感じで寝てましたけど、はいはい、あれはなんかテトラポットみたいな。そうなんです、あの岩場で、岩場で、はい、酔っ払って寝てたですね。かっこいいですよね。かっこいいです。うん、あと浜辺に棒を刺してる、はい、シーンとかね、はい、ありましたけども、あれも良かったですよね。良かったです、ね。あの棒はどっから見つけてきたんですか。あれは海に落ちてて、はい、まあ海の上だ。マネージャーの、はい、息子殿が、はい、に命令をして、はい、ちょっと何かよろしいのを持ってきてって刺して遊んでたっていう。意味はあんまりないんですけど、僕もあれ見て一緒に拝んでましたけどね、はい、なんか拝みたくなりましたね、はい、ご利益あるといいなと思いますけど、あれ余談ですけど、あれ取った後、はい、確か5歳ぐらいの男の子に軽くパーンってこう倒されたんですよね、はい、棒がですか、ね、はい、多分その子はなんかその僕が寝てた画像の岩場に最後刺して帰ってくる、はい、なるほど、はい、マイルストーンのような感じですけどね、はい、まあ、これからもね先生のフェイスブック期待してますけど、そうですね、まあ、夏もね、はい、もうペースを落とさずに、ね、はい、アップしてほしいと思いますけど、はい、まあ、僕もね夏ダメなんですけど、うん、やっぱ栄養と睡眠なんですが、うん、やっぱこう寝るのがね、うん、暑いとこう寝苦しいんですよ。寝苦しいですね。で、ある時ねアイスの、うん、押して寝るようにしたら少し寝やすかったので、夏はアイスのを押して寝るということを心がけてるのと、はい、うん、あとは甘酒を飲むんです。僕は甘酒ですか、はい、甘酒ですか。甘酒を冷やして、はい、冷やしてですね、そうですね 150cc ぐらいにレモンをクッとこう絞るんですよ、はい、そうしてちょっとこう窓の辺ね、うん、かき混ぜて飲むと実に美味しくて、うん、アミノ酸も豊富で、うん、甘酒は飲む点滴と言われてるんで、うん、はい、寝る前にアミノ酸を取ってアイス飲んで寝るという生活を、安眠するという生活、夏バテ対策をしてるんですけどね、うん、はい、今年もそろそろそういう生活をしようかなと思ってますけど、はい、うん、皆様も、はい、いいですね、はい、飲みます、飲みましょう、はい、飲みましょう、飲んでみてください。はい、はい、そういうことで今日の夏バテ対策でした。はい、はい、ありがとうございます。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご提案の先生でありがとうございました。いつも楽しくね、楽しいおしゃべりで、ね、笑顔で、はい、笑顔で、はい、対応していただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、はい、さあ今日のね3組目のゲストなんですけど、はい、今回のゲストはなんと2人組なんでね、椅子をもう一つ用意しますんでね、はい、飲んでください。はい、はい、ペミアンさんとドン・ユージさんです。
ぞ。いらっしゃる方がシンガー作曲家テミアンさんでございます。はい、どうもこんにちは。はい、そしてこちらの、はい、我々に喧嘩売ってるようなブルーの横浜 F マリノス、はい、はい、斉藤学選手のお友達でございます。ドン雄二さんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今流れてる曲がね、はい、テミアンさんの歌でございまして、はい、はい、でございますけれどもね、はい、こちらのお二方のプロフィールをじゃあ、はい、ひとみさんご紹介してください。はい、テミアンさん、最初はテミアンさんから。はい、はい、こちらでございます、テミアンさん。はい、はい、浜辺のフォークシンガー、はい、テミアンさん。84年ブレッド&バターの岩沢冬美プロデュースによるアルバムザザザでデビューしました。湘南を拠点として心がほどけるような歌、胸がキュンとなるような恋の歌、詩が半生の神秘を感じる歌を歌い続け、神羅万象、はいはい、神羅万象の神秘を感じる歌を歌い続ける、はいはい、ソングライターとして高橋真理子さん、はい、ロバータ・フラッグさん、アグネスちゃんの他にも楽曲を提供なさっております。はい、山菜、絵画を研究、料理をすることもライフワークにしている方です。はい、テレビやラジオパーソナリティとしてナレーターなどもしてとても活躍されているテミアンさんです。テミアンさんでございます。はい、よろしくお願いします。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 はい、じゃあドン雄二さんは、はい、ドン雄二さんはですね、はい、まあ、音楽プロデューサーとして活躍する方は、はい、横浜 F マリノスの応援サポーターとして、はい、カリスマ的存在として、はい、日産スタジアムでは知らない人はいないという存在でございます。はい、そして、ジャズドラマーとしても大変有名な方で、はい、若い頃はもう湘南の女性をブイブイ言わせたという、はい、伝説のドラマーでございます。はい、ドンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、結構ドラマーが大変でしてね。はい、あのドラマを作っていくドラマーなんですね。ドラマを作る、はい、あ、ドラマを養成する。そうです、いろいろこう仕掛けをしてですね、はい、でやってるうちにテミアンと出会っちゃった。なるほど、僕が案内してたんですよ、この人ね。なるほど、今日もドンちゃんおいでって言うから来たんですよ。なるほど今日まで知られてなかったんですか、どこに行くか。よく分かってない。よく分かってない。まあでも矢口さんはね、あの、はい、あの僕やってるライブハウスでね、はい、あのお世話になりました。はい、あ、そうだ、早速、はい、こちらのね、はい、ありがとうございます。セラビーという横浜小金井町にあります。はい、はい、横浜 の桜木町から歩いて10分、はい、そして横浜駅から、京急に乗って各駅で2つ目、はい、急行で1個目の、はい、広出町っていう駅があるんですけども、はい、そこから歩いて 2,3 分ですかね。はい、そうですね。新しくできました水曜ビルというところの3階で、はい、今1年半目になりますけども、セラビットお店をやらせてもらってます。ライブハウスです。餃子が美味しいライブハウスです。餃子が美味しい、餃子ビルと言われてる、餃子ビル、はい、1階2階2階が餃子レストランですね。そうですね、とても美味しいですもんね。すごい餃子がね、ちょっともちもちした感じで、ね、そうですね、熟成された餃子、パリパリ系ではなくてもちもち系の餃子でね、まあ、オーナーがあのそれ水曜っていうお店をやってて、はい、まあ、横浜に何軒もあって餃子で有名なお店なんですけども、はい、で横浜に新たにそのやっぱ文化的なことをやりたいということで、あのプロデューサーっていうことでやらせてもらってて1年半目なんですけども、はい、空気にこだわって、そして音響にこだわって、はい、そして美味しいご飯も食べれて、でリーズナブルにということでやらせてもらっております。そこの3階にございます、はい、セラビーライブハウスで、はいはい、テミヤさんがやられてるということで、はい、テミヤさんのショーもありますし、大体毎日そしてテミヤさんいらっしゃると、はい、あの僕自分の他のところライブがない日は必ず言うようにしてますけど、ね、はい、はい、ぜひセラビーの方にね、皆さん遊びに来ていただければ、ね、毎日いろんなアーティストが出てる、あの皆さん、あ、私もね、あの出させていただきました、はい、ありがとうございます。なんか人にインビテーションがある、
はいはい、ボーイズビーアンビシャスというイベントが昨年ありまして、はい、なかなか第2回が行われないんですけど、ぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、今年のね、あの昨年の年末から今年のニューイヤーにかけては、はい、山口ぐっさんがショーをやってくださって、ぐっさん、はい、そうですか。オープニングは鶴田博さんだとか、あと前の小野真弥さんとか、あとボロさんとかね、はい、いろんな有名な方も出てくれてますし、はい、地元のアマチュアの方も出てくれてますし、まあぜひホームページ見て検索してくださって、ね、はい、ボロさんもね、それが出てましたね、はい、この間ね、はい、そうなんですよ、うん、平川さんの近くに出てましたよね。そうですね。はい、そうですね。近かったですね。小野真弥さんも出られるんですか。小野真弥さんもね、はい、出てくれました。あのサーカスの方と一緒にね、ちょっとユニット組んでて、あ、そうですか。それでちょっと小演劇がくなってて、昔のちょっとフォークソングの時代をね、あの思い出すような内容になってて。この間偶然三軒茶でサーカスの方に会って、あ、本当。で、まあ平川さんの地元が宮城県なんですけど、ええ、山本町っていうところで大震災があった時にもあのボランティアでサーカスの方と行ったこともありましたが、小野真弥さんはね、うちで本も出してもらったことがあります。本当、はい、お料理の本を。へー、あ、今あのあそこ下北沢で、はい、おとくらってお店やられてて、はい、そこもすごくあの食にこだわってて、ナチュラルなあのフードと中心に出されていて、はい、天宮さんが先ほどブレッド&バターって、ブレッド&バターって直訳するとなんかパンとバターみたいな、そうですね、ね、で僕ブレッド&バターといつも一緒になっちゃうんですけど、その小泉まさみが小泉まさみ、あの こんがりトーストっていうグループがあったんですけど、ショノさんの前のね、ご家族だった方とブレッド&バターがあの一緒になっちゃったりするときは、同じ時代の方かもしれないですね。同じように大体湘南の神奈川県のね、まあ、ショノさんは大阪の方ですけどもね、はい、そうですね、ブレッド&バターというと懐かしいですよね。懐かしいですね、はい、僕もブレッド&バターっていうのが、はい、小さなお店が茅ヶ崎にあったんですけども、はい、そこでいろんなあのかあと釜石さんとかユーミンがまだ荒井由実さんの頃が来てたりとか、そこであのアルバイトして歌い始めたのが始まりだったんですよ。もうあのとっくの昔は亡くなっちゃったお店なんですけども。なるほど、まあ、いろんな、ね、楽曲も、ね、提供されて、ね、高橋真理子さん、はい、まあ、僕はあの、はい、もうデビューして32年ぐらいなんですけども、はい、それが中村あゆみさんなんかと同じレコード会社で、はい、ハミングバードってそこもレコード会社なくなっちゃいましたけど、でそこはあのディストリビューションのリクターだったんで、はい、まあ、いろんな関係であの曲書いてみないなって言われて、あの中村あゆみさんとか坂井さんとか高島由子さんなり何曲か書かせてもらいました。はい、素晴らしいですね。素晴らしいですね。本当にすごい。多分ね、皆さん、あの作曲家の名前は分からないけどこの歌聴いてるっていう歌あると思うんですよね。そんなことはないんですけどね。ねえ、アグネスちゃんというかね、うちでもね、ああ、アグネスちゃんの本がね、あります。そうだ、はい、こんな本がね、ラブジャパンとかね、シンシアリーワーズ、あの僕が知ってる限りナウンドで2番目に売れた本がアグネスちゃんの本ですね。これがね、本当に瞬く間にあのものすごく売れたことが記憶にあります。はい、僕が関わった中で最も売れた本の一つですよね。はい、とってもなんか僕何曲か書いたんですけど、はい、アグネスちゃんの中で詩曲とも書かせてもらって、はい、物語の途中の2人っていう、はい、デュエットソングでしたけどもね。あ、そうですか、はい、アグネスちゃんね、なんかふと思い出しましたけど、ご主人がね渡辺プロにいらっしゃって ね金子勤さんという方で、あのたまたま大学が一緒だったんで、それまではなんか割となんかこうクールな対応だったんですけどね、お前どこの大学出てんのって言われた時に、なんかそういう話した時に俺と一緒じゃんって言われて、それから急になんか年取ってくれて、年が近かったりするといきなりね、はい、なんかありますね、まるで親戚のように態度が変わったりしたんですけど、まあなんかこうしてるとなんか井戸端会議みたいになって楽しいんですけど、お二人の出会いっていうのは何年遡ること、どんな感じなんでしょう。おそらく今ね20年近いんですよ、もう、うん、もうすぐ20年ぐらい前。あ、そうですか。その頃なんかドンさんが因縁つけたとかそういう、その頃からなんか何してるかよく分かんなくて、うん、怪しかったんですけども、うん、ただ茅ヶ崎音楽祭っていうのをね、うん、一緒に立ち上げて、でこれなかなか良かったですよね。そうですね、これさっきかかったザザザっていう、はいはい、曲が最後あの茅ヶ崎の花火大会があって、はい、音楽祭やって終わった後に、はい、もうカウントダウンで、はい、
ちょうどそこに花火がドーンと上がると歌い終わる。素晴らしい演出も付け加え、はいはい、で調子に乗って一緒に僕もステージに上がっちゃう。そうですね。あ、なるほど、はい、そういう調子に乗るのは得意だったんです。そこからこう意気投合したわけですね。そうですね。まあその前からまあライブやられてるんで、そこでは何度かこう行ったり来たりして、うーん、でちょこちょこなんか飲もうってことになって、はいはい、あの僕もテミヤも、はい、基本的にあのお酒の力を借りないと、はい、人の前に出れないんで、うん、そんなことはないかもしれない。なるほど、ね、まあ、近いかもしれないそこまでじゃないです。意外にもドンさんはねシャイなんですよね。ああそうかも、ね、この顔で ね最初ツイッターでドンさんの顔写真を見た時にね、うん、なんか変な人間つけられちゃったなと思って。どうしてこの人がリツイートするんだろう、どうしようとか怖かったんですけど、会ってみると実にね優しい方なんですけど ね、はい、そうですね。お二人とも本当になんか癒されるという癒されるお優しい方ですよ ね浜辺のフォークシンガーでございますから ね浜辺のジャズドラマ、はい、はい、さあこうやってねもう天海さんと話は尽きないんですけども、はい、いろいろとね時間も押してきましたので、はいはい、天海さん今こうなんか取り組んでることとか何かこう伝えたいことございますでしょうか。先ほどのね、はい、ライブハウスぜひ来ていただきたい。本当にいろんなアーティスト上質な音楽を、ね、聴けるお店でございます、はい、そして今、まあ、最新版なんですけども、はい、新曲でございます。こちら今背景で流れておりますけれどもね、はい、これは I love you、はい、テミヤン恋するフォーチュンクッキーを作曲した伊藤慎太郎が詩曲とも書き上げた曲で、はい、大人のラブソングです。愛することと愛されることがないとやっぱ人はね元気にならないんですけども、当たり前になっちゃうんだけども、実はすぐ近くにいる人、愛してる人愛されてる人のことをもう一度考えようって、そんな歌でございます。あ、はい、いい歌ですね。恋チュンの伊藤さんが作った曲をテミヤンさんが歌うという、これってすごいですよね。すごいです。王さんのあるが投げた球を長嶋茂雄が打つみたいな。そうですね。それをブフォンが受け止めるみたいなね。全然わかんない人は全然わかんないと思うんですけど、そんな感じの豪華キャストで、あの I love you でテミヤンで検索していただくと、はい、エリスヤショップっていうのかな、はい、あとはまあ僕のホームページからも買えるようになっておりますので。なるほど、はい、これはじゃあ検索したら通販で、そうですね、購入できるということで、はい、まあ、僕のライブでも買えますけど、ライブで物販か通販ということで、はい、1枚おいくら？1500円になっています。1500円安いですよね。安いです。3曲入ってます。3曲入ってます。はい、そういうことでね、はい、ぜひぜひね、これを機にセラビーに行って、ぜひ一人で購入していただければと思います、はい、本当になんかね、ごくごく一旦しかね、ちょっとお話が聞けなくて残念なんですけど、テミヤさんまたぜひね、来ていただければと思います、はい、あのライブ放送もぜひ、はい、今度はセラビーからもね、放送したいと思いますので、ぜひぜひ来て、来て、私のね、PA がいいと言えばですけど、どうでしょう、ぜひお待ちしております。OK と言ってますんで、はい、ありがとうございます、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ時間もね押してまいりました。はい、はい、なかなか僕らね、はい、話がまとまらなくて申し訳ないんですけども、はい、さあ最後のコーナーになりました。はい、えなかさんはご存知の通り東北は宮城県の出身でございます。はいはい、宮城にはねとてもユニークな言葉、はい、宮城弁というのがあって、はい、宮城弁を世界に発信させようということで、はい、皆さんに宮城弁をねご紹介するコーナーなんですね。はい、江中瞳の宮城弁講座、はい、こちらを今日は江中瞳さんの英会話の先生であります、はい、セレーナ先生と株式会社ナウンドの編集長エドワードさんをゲストにお呼びしてお送りしたいと思います、はい、じゃあエドワードさん、セレーナ先生、どうぞ。どうぞ。ハロー。はい、セレーナ先生です。はい、セレーナ先生です。はい、エドワードさん、はい、ジャンプして、ジャンプして、どうぞどうぞ、おかげになって、はい、こんにちは。こんにちは。さあ、セレーナ先生、はい、ご活躍でございますけど、今セレーナ先生の書かれた本が大変ベストセラーになっているんです。この本ですね。はい、この本です。はい、はい、ナタミラクル瞬間英会話です。カエルの一平くんも登場しております、うん、はい、CD と DVD がついて1800円、はいはい、これは DVD を見て歌うだけで
1週間で英語を話せるという魔法の一冊でございまして、はい、大将と歌で、はい、江中ひとみさんも出演しています。はい、さあこちらの本のセールスポイントをじゃ編集長お願いします。カエルの一平君、こちらです、はい、推薦する、瞬間ナタミラ来る瞬間英会話、瞬く間に英語が喋れるようになりますので、ぜひ皆さん一度手に取っていただければ幸いです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこんな素敵なお二人をお迎えして、はい、今日の宮城弁講座、はい、いろんなことを今まで教えていただきました、はい、水とか、はい、ごしゃぐとか、はい、ありましたけれども、はい、今日の宮城弁は何でしょう。はい、声なです。声な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 、はい、これは宮城の声なっていうのは一般的に声なっていうかね、それとちょっと違うんでしょうね。はい、じゃあちょっと例文をじゃあ言っていただけますでしょうか。はい、はい、今日はジムに行って声なー。今日はジムに行って声な。声なジムっていうのはあれですね、フィットネスのことですね。フィットネスのことです。ジムに行って声ななんかちょっとムラムラっとしちゃったなっていう。ちょっと違いますね。ちょっと違うんですね。じゃあこれを正解を教えてください。はい、声なは、はい、今日はジムに行って疲れたわね、疲れたなっていう感じです。疲れたことを声なと宮城の人言うわけですね。はい、あ、じゃあちょっとなんか怖いって感じですかね。うん、怖い。元気ないと あんた声なみたいな感じで言うわけですね。はい、あ、なるほど。じゃあ声なって言われてもなんか怒る必要ないわけですね。そうですね、疲れたんだなって思って、うん、なるほど。はい、じゃあセレーナ先生、これを英語に訳すと、はいはい、今日はジムに行ったので、うん、怖えな、どうなるでしょう。I went over to gym and I'm tired。 なかなかネイティブ発音で聞き取れませんでしたけど、そういう意味ですね。そういう意味です。これもまたみらくる瞬間英会話を読めば聞き取れます。聞き取れます。はい、先生もう一度お願いします。はい、これは、はい、いいですか、ちょっと説明して、はい、大丈夫ですか。はい、はい、後ろの ED がつくものって皆さん過去形だと思ってますよね。はい、何々しましたとか、はい、ところが英語の場合は過去形だけじゃなくて、はい、形容詞、はい、受け身の形容詞もありますよ、はい、2つありますよってことです。うん、皆さん中学生とかやりました、うん、I'm interested in ってあるじゃないですか。はい、これなんで ED なのって多分皆さん、ね、考えたと思いますけど、これは過去の ED じゃなくて実は他動詞、人に何々させるというちょっといくつかある、うん、スペシャルな他動詞です。例えば興味を持たせる、疲れさせる、うん、これは、実は他動詞ってやつなんですね。他動詞っていうのは B がついて B プラス受け身、なんか昔思い出してください。 B プラス ED がついて初めて普通の言葉になります。つまり、はい、I am interested in、ね、B プラス ED がついて興味を持つ、はいはい、で疲れさせますっていうのが B 動詞プラス ED で I'm tired になって疲れます、うん、だから試験の時は皆さん I'm interested in とかって覚えるのなんとなく覚えてるけども、実は interest とか tired っていうのは、他動詞なんですよ。なるほど。人に何々させる、うん、だから怖えなーの場合は I'm tired。 I'm tired 怖えな、現在形なんだけどタイヤということで覚えてください。はい、はいはい、宮城弁講座でした。はい、では最後、はい、今日の視聴者プレゼントでございます。はい、こちらでございます。はい、じゃあ、森田健作千葉県知事推薦3週間で英語を話せる魔法の英文法パート1からこれパート5まであるんですよね。はい、これを今日ちょっと雨だったんで持ってくるの大変だったんですけど、うん、5冊セットにしまして、はい、10名の方にプレゼントいたします。はい、株式会社ナウンド、はい、までメールで、はい、3週間で英語が話せる魔法の英文法希望と書いて申し込んでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあひとみさん、はい、さあ第6回のボイスブックカフェ、はい、いかがでしたでしょうか。はい、すごい作曲とか曲すごい皆さん、はい、感性があっていい曲を作ってるなと思って感激しました。なんかね、回をね重ねるごとにね、そうなんです、深みが増します。しますよね、レーズアップしてきます。中さんのトークもどん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 キレキレになってくるね、最初の頃からね、はい、いいですよね。天然でいいです。プロフィールの姿がね、とても素敵だと、ね、みんな思ってると思いますけど
ね、はい、じゃあまたね、そうですね、次回のね、恋する1回まで、はい、ごきげんよう、はい、ごきげんよう、さよなら。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではここで設定します。じゃあ5分後くらいにライブ始めます。石橋さん、ありがとうございます。石橋さん、こちらは、はい、さんなんですけど、シンガーさんです。はい、はい。
くね。